ホロロギウムの間を封印するだけで済めばよいのですが。もう少しレアなキノコを手に入れたかったけど、仕方ないか。あとは図書室でホロロギウムの間を封印すれば終わりだね。ちょっと寂しい。しちゃうのはもったいないけど。これで一件落着だね。で、あれ？どうしたの？何か忘れてるような気が。罰当番のことではありませんか？図書室の本整理をフィネラン先生に言い渡されていたはずです。せっかく忘れてたのに、嫌なこと思い出しちゃった。ほら、あっこ、手伝うから。ね、みんなも。なんで私まで。開かずの扉の先ってどうなってるんだろう。何か解決の糸口がありそうだけど。あれ、他のみんなは？ダイアナ、おーい、なんで無視すんのよ。朝からうるさいですわね。ダイアナが無視するからでしょ。調べ物に集中していただけです。何かわかった？ここにあった本に時の魔人という記述を見つけました。時の魔人？ええ、古代の言語で書かれているので、ところどころ意味が読み取れませんが、ただ監獄と呼ばれる迷宮に囚われていると書かれていました。よし、じゃあその時の魔人を探そう。は？だって時の魔人っていうくらいなんだから、時間の流れを正常に戻すことぐらいはできそうでしょ。それはどうでしょうか。何も手がかりないのよりずっとマシだよ。そうと決まれば時の魔人について私も調べてみるね。あ、ちょっとアッコ。教室に飾ってあったって。そうだっけ？覚えてないな。でも
さっき見に行ってもなかったでしょ。そうなんだよな、誰か移動させたのかな。何の話？アッコも覚えてない？3階の教室にあった肖像画。肖像画？ほら、ルーナノバ七不思議に顔のない肖像画ってあったでしょ。夜になると目が光るってやつ。その肖像画が3階の教室にあったの？見た記憶があるんだけど、さっき言ったらなかったんだよね。勘違いしてるだけじゃない？そうそう、だいたい顔がない肖像画なのに目が光るってどういうことなのよ。噂を聞いたの？噂って顔のない肖像画の？うん、私もその話を聞いてここに来たんだけど。それでその肖像画は？やっぱりないみたい。でも私も前に見たような気がするんだよね。え？結構大きな肖像画がこの教室にあった気がするんだけど、アッコは覚えてない？全く覚えてない。そっか、気のせいかな。そもそもその肖像画はなんで顔がないのかな。さあ、肖像画って普通顔を描くもんでしょ。何か理由があったのかも。理由って？わかんないからそれを調べるんだよ。食べるって言っても本当にそんな肖像画があるかわからないのに。まずそれを確かめなくちゃ。あ、そうだ、昔からルーナノバにいる校長先生なら知ってるかも。どうしたの？肖像画について知りたいんです。肖像画？一体何の話？なるほど、顔のない肖像画ね。心当たりはありませんか？あるわよ。え、どこにあるんですか？まあまあ、落ち着いて。今その肖像画がどこにあるのかは知らないけど、ただただかつて我が校で魔法美術を担当していた先生が急に移動することになったことがあったような。その先生が描いている途中のまま放置された絵があったような気がするわ。じゃあその絵が。さあ、それがかがりさんの言っている肖像画かどうかはわからないけど。3階の教室に少し前まで飾ってあったという話もあるんですけど。そういうことならフィネラン先生なら知ってるかもね。
フィネラン先生。ミス・カガリ、また何かしでかしたのですか？ちょっとフィネラン先生に聞きたいことがあって。私に？3階の教室にあった肖像画なんですけど、フィネラン先生なら知ってるかもって、校長先生が。どうして校長先生がカガリさんにそんなことを？まあ、いろいろありまして。その絵なら変な噂があるようなので、ハンナとバーバラに頼んで倉庫に移動させました。え？報道部が号外を配っていたでしょう。ああいったバカバカしい記事を信じる生徒もいますからね。それじゃあ私はこの辺で。待ちなさい、ミス・カガリ。罰当番の方はどうなっていますか？ちゃんとやってますよ。もし夏休み明けに確認したときに本が整理されていないときは、分かっていますね？あれ、コンスタンツェ？やっぱり鍵がかかってるか。倉庫の鍵はハンナとバーバラかな。あの二人が素直に渡してくれるとは思えないけど。コンスタンツェも肖像画が目当て？じゃないみたいだね。こんなところにどうしたの？え？コンスタンツが持ってるのって魔法の鍵？ありがとう！え？くれないの？もしかしてコンスタンツも探索に行きたいの？さっさと行こうぜ。任せて。Huh?
それならよかった。さてと、私はハンナとバーバラを探すか。あら、何か用？倉庫の鍵持ってない？はあ？倉庫の鍵？あ、そういえばフィネラン先生に返すのを忘れてましたよ。あ、そう、それ私がフィネラン先生に返しておくから。なんだか怪しいわね。ええ、どうしてアッコに渡さないといけませんの？え、それはそのフィネラン先生に頼まれたから。そもそもアッコはまた罰当番になったんじゃないの？聞いたわよ。そうそう、図書室の本整理はどうしたの？サボってるならフィネラン先生に言いつけますわよ。なんだかカリカリしてんな。アマンダ、ちょっと聞いてよ。おう。ダイアナに対する態度と違いすぎない？そ
りゃあの二人はダイアナの腰巾着だからな。思い出すとまた腹が立ってきた。まあ落ち着けって。その二人から倉庫の鍵を受け取れりゃいいんだよな。うん、そうだけど。ダイアナから頼めば貸してくれるだろうけど、それも面白くないな。そうだ、ダイアナに変装してみるってのはどうだ。私がダイアナに？無理だよ、全然違うもん。そんなの分かってるよ。そこで変身魔法ってわけだ。私が変身魔法でダイアナに？普通の変身魔法ですら成功しないのに。ま、それもそうか。落ちこぼれのアッコには無理だな。そんなことないよ、私だって頑張ればダイアナに変身するくらい。そうこなくっちゃ。よし、変身魔法はウバドコック先生が担当だっけ。ああ、何かコツとか聞けるかもな。カガリさん、バドコック先生、変身魔法で特定の人物に変身するにはどうすればいいですか。特定の人物に？何か妙なことでも考えているのではないでしょうね。あ、いえ、変身魔法がうまくなるために何かヒントがあるんじゃないかと思って。確かに人物に変身するのは動物に変身するよりも高度です。ゆえに、あなたにはできっこありません。できないなら、別に教えてくれてもいいじゃないですか。うん、それもそうですね。変身したい人物が普段、身につけているものを所持していれば、変身しやすいでしょう。なるほど。ダイアナ、普段から持ち歩いてるものとかってある？いきなり何ですか？あ、ほら、ちょっと興味があって。よくわかりませんが、ハンカチでしょうか？ハンカチ、ハンカチね、わかった。私はあなたのことが全くわかりません。あなたに邪魔されない場所で少し考え事をしようと思っただけです。とりあえずダイアナは追わなくちゃ。
ああ、汗かいたな。ハンカチ持ってくればよかった。汗なんてかいていないように見えますが。え？あ、いや、それは。ほら、今汗かき出した。私ちょっと用事があるから行くね。はあ、危なかった。ダイアナ怪しんでたよね。ちょっと時間を空けてから様子を見よう。もしかしてダイアナのハンカチ？ダイアナが落としたのかな？ラッキThank you.
モールピンポチ。メタモールピーポシエ。ごきげんよう二人とも。あら、ダイアナ、調べ物はもう済みましたの？調べ物？ええ、今朝何か調べ物があると言っていたでしょ。そうでしたわね。おほほほほ。ダイアナ？それはそうと、あなたたちフィネラン先生に頼まれて肖像画を片付けたそうですわね。確かに私たちが倉庫に片付けたけど、倉庫の鍵をフィネラン先生にまだ返していないでしょ。そういえばすっかり忘れていましたわ。私の方からフィネラン先生に返しておきます。いいんですの？ではお願いしていいなら。そういえば聞きました、アッコが罰当番になったそうですわ。アッコったら全く学ばないんだから。休み明けには退学になってたりして。そんなことないよ。ダイアナ、どうしたの？いえ、さすがのアッコもそんなことにはならないでしょう。それでは私は用事があるので。はあ、危なかった。何が危なかったのかしら。げっ、これには訳があって。ハンカチを返しなさい。あの、これには事情があって。話は分かりましたが、このようなことをせずとも私に頼めばよいでしょう。それはそうだけど、いろいろあるんだよ、私にも。二度と私に変身しないと誓いなさい。私の品位が疑われてしまいます。そんな言い方しなくったっていいじゃない。この肖像画かな。別に目が光ったりしてないけど、光るってことは夜に見に来ないとダメなのかな。Thank you.
が光ってるのかな。この肖像画かな。あ、本当に目が光ってる。ん？あれ？これって光ってるっていうより何かが反射して、あ！ホロロギウムの間に集めよう。顔のない肖像画の目を光らせていた正体は魔法の鍵だったわけ。なるほど。ですが最初から私に話を通していればもう少し簡単に早く手に入ったと思いますが。それはもういいでしょ。こうして魔法の鍵が手に入ったんだから。これで7本目の大きな魔法の鍵ということですが、これだけ鍵があるとどこにつながるのか時々わからなくなっちゃうね。ところであなたが最初に鍵箱を開けた時何本の魔法の鍵が入っていたか覚えていますか。よく覚えてないけど、とにかくこの鍵で開かずの扉の先に行ってみようよ。